現地レポーターメリー・ジェーン・ワトソン、取材メモ開始。情報によるとマギアがまた勢力を伸ばしてる。犯罪組織はほぼ壊滅したけど、フィスクが消えた穴を彼らが埋め始めたみたい。組織のドンたちは長年うまくやってきたけど、フィスクがいなくなった今、争いは避けられそうもない。ファミリー同士の抗争が起こるのももう時間の問題。警察の情報源と接触しなきゃ。組織犯罪の復活を未然に防げられればいいんだけど。ねえピーター、私が追ってるネタ興味ある？オズコープのスキャンダル？そんなの古い。今度は犯罪組織のマギア。マフィアの？ディスコブームと一緒に消えたんじゃなかった？おとなしくしてたけど、フィスクとデーモンが消えた今、復権を虎視眈々と狙ってるって感じ。なんか気合入ってるね。まあ聞いて、 FBI がマギアに踏み込んだの知ってる？うん。ドンの一人が行方不明だったマリアっていう名画を持ってたの。今は現代美術館で展示されてる。それで？情報によると、あるマギアのファミリーが盗む計画立ててるって。しかも今夜。芸術を楽しむためって感じじゃないよね。美術館に行ってみるよ。MJ、情報は大正解。扉破りに必死な悪党たち発見。もう少し調べてみるよ。気をつけてね。マギアの連中なら容赦ないはず。急げ。ほら、ボスが狙ってる絵を持ってずらからねえと。んじゃあお前変わるか？ちょっとちょっと、あいつらそこまでして入場料ケチりたいわけ？警備が厳しい。ドンが持ってたものは取り戻したんだ。絵はいいんじゃないか？開館時間に来なきゃダメって教えてあげよっと。おやすみ。今のは。どれを盗めってんだ。こっちは芸術の下の字も知らねえのによ。何か。おねんねしてな。気づかなかった？こいつら知ってる。フレデリコ・フレゼリとサル・パトリロ。それってハンマーヘッドファミリーの手下でしょ？なんで絵を狙ってるんだろう。趣味でもないだろうし。周りを見てくるよ。他の場所から入ってるかも。何かあったら連絡する。正面玄関は無事。他の入り口を調べよう。それじゃあ中金切られちゃうよ。まったこれ何？ここも大丈夫そうだな。あれなんだろう。 MJ、 誰かが天窓に穴を開けた。調べてみる。ハンマーヘッドの手下が玄関を開けようとしてる間に誰かが屋上から入ったってこと？みたいだね。人がいる気配ゼロ。
警備員はいるはずだよね。うん、入り口近くの警備員室を見てみたら、監視カメラもあるから侵入者映ってたかも。鍵閉まっちゃってる。これ生体認証か。中に入れば何があったかわかるかも。ロックをオーバーライドできない。警備員の手があればね。手のひらのデータでしょ。警備員が見つからないなら触ったものからデータを採取できない。ああ、そっか、さすが。私の手も貸してあげる。ここに跡ついてないかな。手の跡ゲット。でも一部だけか。これじゃまだ足りない。変だな、警備員がいきなり消えたみたいだ。懐中電灯だ、あと残ってそう。またあった、よし。警備員なら置きっぱなしにはしないはず。無理やり連れて行かれたなら別だけど。ここなら手の跡あるはず。さてとどこかな。これにもついてる。ついでにこの答えは棺桶じゃなくてカラオケだね。オッケー、これだけあれば手のひらのデータ復元できる。スキャナーをちょこっといじればデータを取り込めるはず。光学センサーをバイパスすればデータをアップロードできそう。よし、データ送信っと。入れた。さすが、中はどう？生きてる。眠らされたってとこ。争った様子もないし、ハンマーヘッドの仕業じゃなさそう。ハンマーヘッドじゃないなら誰？監視カメラは？見てみる。5番カメラが切られてる。それ絶対怪しい。またつけて見られたらまずいものないか見てみる。これって展示室にある絵だよね。それがマリアのはず。まだ盗まれてない。この目でこの絵の秘密直接確かめなきゃ。ジェイコブ・カーツバーグ作のマリアは現代印象派を代表する作品です。数回にわたる盗難事件は作品の魅力を物語っています。至って普通に見えるけど。だね、もっと高価な美術品が他にあるのになんでマギアはこの絵を狙ってるんだろう。待った MJ、 誰か来る。気をつけろ、スパイダーマンがいるかもしれん。あー、くそ、防犯ガラスがあんのかよ。おい、フランクに奥の手を使うと言っとけ。MJ、ハンマーヘッドの手下がワンサカ来る。まだバレてなさそう。よかった、見つからないでね。
風邪じゃ。あの彫刻探し、マリアが来るまでキャンプするなってボスが言ってたろ。なんでか知らねえが。サスが来ちまうぞ。もう死ぬか。トロモン取って逃げろ。ちょっと他のを盗む気？逃げられる前に止めなきゃ。ここの出入り口は一つしかないはず。美術品が取られちゃ欲しいならお店で買わなきゃ。君の独房にそのポスター送ってあげるからさ。やつを足止めしとけ。もう少しで出口だ。何、刑務所で美術の授業でも受けたら。出口で奴らを止めなきゃ。どうやってんだ。センスいいね。でも盗んじゃダメ。母の日のプレゼントにするつもりだったの？入浴剤とかいいんじゃない？全部片付いた。後始末が大変だけど。マリアは無事なの？そいつら全員おとりだったら。同じこと考えてた。すぐ戻ってみる。ガラスが分厚いといいけど。防護ガラスは無事。しかも防弾仕様。誰もマリアには近づけなさそう。じゃあミッション完了だといいけど。ああごめん、後でかけ直す。なんで？何かあったの？元気そうね。鍛えてるの？いや、それはまあ、多少ね。それで、今はシングル？それとも元さよ？なんか、質問攻め。だって気になるじゃない。好奇心は猫を殺すよ。それはそうとも、なんでここに？絶好のタイミングを待っていたの。ほら、後ろ。ロケット弾？普通美術館に持ち込む？ハンマーヘッドに会ったことないの？
仕事だ。てめえは終わりだ。新しい技いいじゃない。君の方は相変わらず。まだ絵を盗んでるの？狙いが絵なんて誰が言った？ちょっと何すんの。助けなくていいの？嘘だろ。おい待て待て、おい誰だ。どこ行った？ピーター、大丈夫なの？ごめん、MJ、ばったり知り合いと。誰？トラブルメーカー。窓から侵入したのはブラックキャット、ハンマーヘッドとグルってこと？うん、初めっから見張られてたってわけ。もしかしてマリアも一緒に盗んでったの？いや。よかった、絵を壊して中にあったドライブ盗んでった。嘘でしょ。ごめん、あのドライブの中身なんだろう。気になるね、調査してみる。僕は猫と追いかけっこ。爆発？また車両爆弾？今度はどのファミリーの仕業？ハンマーヘッド？多分だ。他にもありそうだ。処理班を呼んでおこう。狭い場所には小さなお友達を。スパイダーボットで他の爆弾を追跡と。やった。一つ解除っと。残りを探そう。オッケー、それじゃあ最後の一個は。これで最後。ハンマーヘッドの仕業か。他にも仕掛けられてないか探さなきゃ。もしもし。スパイダーマンか。私はマッケー刑事。署内の友人から番号を聞いてね。あの友人ね。どうしました、刑事さん。できれば直接話したいんだ。グリニッジ文書に立ち寄ってくれないか。待ち合わせは屋根でと聞いてるが。いいですよ、じゃあ後で。 MJ からまだ連絡来ないし、ちょうどいいか。
美術館の事件最悪だったな。ハンマーヘッドと組むなんてブラックキャットらしくない。 MJ がドライブを解析できたらいいんだけど。